さあ、とうとうあのマイダスが復活したんですけど、なんとマイダスの体にとんでもない伏線がいくつも隠されていることが判明しましたので、その紹介と考察の動画になります。ということで、まずはここですね、ハデスがいる冥界のお城に向かってください。はい、ハデスがいるところの真下、ここに開かずの扉があったんですが、この扉がマイダスによってぶち破られています。さあ、ここにはね、リプレイモードでしか見えなかったリブートカードや、この手枷、手錠、マイダスによって破壊された手錠などがここに散乱していますね。宝箱もマイダスが開けた後も金ピカにしちゃったみたいです。ということでね、マイダスがこちらから脱出して、はい、マップ変化でお知らせしていたシャドウによってね、占領されているザヨットの方にね、マイダスが移動してますので、では早速ザヨットにいるマイダスに話しかけてみましょう。はい、なんとここにあのマイダスが復活しています。じゃらん、アセンダントマイダス。まあ、王様みたいな格好で、アセンダントって言ったら権力を持っている、まあ、支配する人みたいな意味なんで、王様のマイダスにぴったりの意味ですね。ただね、このアセンダントには権力があるとか王様みたいな意味の他に先祖みたいな意味もあるんですよ。もしかするとこれはチャプター2シーズン2のあのマイダスそのものっていうのもね、意味してアセンダントとしているのかもしれませんね。あ、すいません、ちなみに最初の会話ね、配信で聞いちゃったんで、見ての通りだ、戻ってきたぞと、とうとうあのマイダスが戻ってきたことをね、最初の会話では言っておりました。ではちょっとね、通常会話たくさんあるみたいなんで、一つ一つ見ていきましょうか。永遠に続くものはない、黄金以外はな、まあ、黄金はね、錆びたりしないで光り輝く物質としてね、昔から伝えられてますというか、実際そういう物質ですので、永遠に黄金は光るということを言っておりますね。話を聞いてやろう、ありがたく思え。はい、ありがたく思います。私がいない間にいろいろあったみたいだな。いろいろあったよ。チャプター2シーズン2でいなくなってから、チャプター3、チャプター4と本当いろいろありましたよ。私の時間を無駄にするな。はい、すいません。この島はいつだって私の野心には小さすぎたんだ。お、私の神話が語られているようだが、細かいところが間違っているな。あ、これはなかなか面白い会話変化ですね。もともとね、このマイダスはギリシャ神話のミダス王をね、モチーフに作られた人物で、ミダス王の物語は簡単に説明すると、黄金大好きなミダス王がとあるね、神様を助けたことによって、神様によって何でも願いを一つ聞いてやろうという風にね、ミダス王が言われたんで、ミダス王は黄金大好きだったんで、じゃあ触ったものを何でも黄金にする力をくださいと言って、神様にお願いしたところを、ミダス王はね、何でも黄金にできるようになってウハウハになったんですけど、ご飯を食べようとしても何でも黄金になってしまってご飯食べれないとか、あと自分のね、最愛の娘を触ってしまって娘が黄金になってしまったとかね、かなり不都合が出てきちゃったんで、神様に頼んでその能力を消してもらったっていう物語だったんですけど、今のゼウスとかがいるまさにギリシャ神話の物語になっております。ただマイダス曰く、このギリシャ神話は間違ってると。ということは、実際マイダスはその黄金の力を実は返してなかった。あのマップ上にいるメデューサ、メデューサもね、実は本当のギリシャ神話ではメデューサはね、英雄ペルセウスによって討ち取られたっていう物語だったんですけど、メデューサの会話を聞いてみるとね、実は本当のギリシャ神話と違って、メデューサはペルセウスにやられたんじゃなくて、メデューサはペルセウスに命を助けてもらっていた、そしてペルセウスとメデューサで神様たちを倒そうっていうね、ストーリーがフォートナイトの中では進んでるので、いや今回ミダス王の物語も実は本当のギリシャ神話と違って何かね、違った神話が繰り広げられているということで、めちゃくちゃ楽しいことが起こりそうです。 OK、 ちょっと見逃した会話があるかもしれませんので、もう一回やってきました。ちょっと会話を全部聞いていきましょう。あ、ありますね、ありますね。ハデスは私を閉じ込めておけると思っていたようだな。私を閉じ込めておけた奴などいないが、なんでハデスはマイダスを閉じ込めようとしたんだろう。まあ、一応ギリシャ神話上、ハデスは死んだ人間の魂全員をね、閉じ込めようとしてたので、もしかしたらマイダスに限らず全員を閉じ込めようとしてただけで、まあ、マイダスと特に繋がりがあったわけじゃなさそうなんですけど、ただね、ストーリークエストによると、ハデスとマイダスになんか関係ありそうね、ですので、その辺のね、ストーリー解説考察動画も後ほど出しますので待っていてください。なんでハデスが閉じ込めようとしてたかですよね。さあ、それではマイダスの説明読んでいきましょう。黄金の王が立ち上がる。失脚して以来、マイダスは冥界で好機が訪れるのを待っていた。しかし彼は長く閉じ込めておけるような人物ではない。新たに生まれ変わったマイダスは復活を目論んでいるのだ。失脚して以来、まあ、失脚っていうのはまあ王様から落ちたみたいな、王様じゃなくなったみたいな意味ですね。まあ、あそこでサメに食べられて以来、マイダスは死んじゃった
ったんで、マイダスの魂は冥界に閉じ込められていたけど、マイダスはずっとチャンスが来るのを待っていた。まあ、こんな風に冥界がフォートナイトの世界に現れるとか、パンドラの箱から冥界が出てくるのをずっと待ってたんですかね。で、時が来たんで、パンドラの箱を誰かが開けてくれて、こんな風にチャンスが来たんで、マイダスは今だと思って脱出をした。もしかしたらマイダスはいつでも出れるような状態だったけど、あえて出なかった。多分冥界から脱出してもパンドラの箱から出ることができなかったので、誰かがパンドラの箱を開けるまでずっとずっとじーっと待ってたのかもしれないですね。この辺がもしかしたらね、バレリアの目的と関係ある可能性もあるので、なんかさ、バレリアがただただお金が欲しくてマイダスを復活させたいからパンドラの箱を開けたとかね、そういうストーリーでも結構面白いのかもしれません。さあ、そしたらね、ここからはマイダスの体の秘密についてリプレイモードを使って皆さんにお伝えしていきたいと思います。まず気になってたこの左腕ですね。この前の考察動画で話してたんですけど、マイダスはね、チャプター4の時カドソーンによって左腕が切られてるんで、うわー、これ微妙だね。左腕が切られて手をはめ込んだのか、あのガントレットわかる？あの手袋みたいなやつ、マーベルのサモスがつけてたインフィニティガントレットみたいな感じに、ただ単純に手袋みたいにしてるのか、それともこれなんかやっぱりロボットみたいな形、関節が骨機械みたいになってて指先が尖ってる形なんで、これ左腕本当に切られちゃったから義手みたいにロボットみたいに取り付けてるのか、どっちか微妙ですね。なんとも言えない。これ左腕が切られてるんだったらね、めちゃくちゃ面白そうなんですけど、ちょっとこれはなんとも言えないところです。さあ、そしてね、ここに何か顔がついてて、もしかしたらこれがね、ギリシャ神話のなんかの顔でストーリーと関係するみたいなんですけど、現在のところ調査中です。ただ単純にマイダスの自分の顔をね、ここにはめ込んで、まあ、自分の権力を象徴してるっていうか、そういう形もあるかもしれませんね。この冠の形が一緒なんで、これマイダス自身かもしれません。顔はちょっと似ても似つかないけど、傷もないですけどね。ちょっとこの顔についてはね、調べて何か分かり次第また動画化させていきます。さあ、そしてここからが本題です。皆さん、マイダスの体の中、なんととんでもないものが映ります。見てください。ドゥルン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 。見て、基本的にね、フォートナイトのスキンの内部に何か隠されてるっていうことはないんですよ。まあ、例えばさ、お腹に穴が開いてたスティックス。まあ、スティックスのスキンはリプレイモードで見ると紫の心臓が見れる。まあ、これはね、スティックスのスキンにお腹穴が開いてて、そこにね、キューブの魂みたいなのがあったので、それを表してね、紫の心臓とかがあったんですけど、そんな風にね、ストーリーに関する何かがない限り、体内に何か隠されてることってないんですよね。で、ただね、この背骨と肋骨がね、冥界のね、緑の色になっちゃってるんですよ。やばくない？ちょっと足の方を見ると何も、まあ、すっからかんで何もないんですよね。なので背骨から、まあ、肋骨にかけて頭の方にも何もないんですけどね。まあ、頭はね、ちょっと顔見るとね、めちゃくちゃキモい。これちょっとキモすぎてね、ちょっとこれモザイクかけたいレベルでキモいんですけど、顔の方にはないんですけど、マイダスの体の中にこんな風に肋骨が入ってるんですよ。緑色の冥界と同じ。ちょっとね、これ二通り考えられると思って、まず第一に、まあ、マイダスと同一人物と考えられるオロの存在ですよね。オロってドクロで体が金色になってたんで、まあ、マイダスが愚かしようとしている途中の状態、マイダスがマイダスタッチの黄金の呪いによって、まあ、マリーゴールドとかイレリアはこのゴールデンタッチの能力のことを呪いって言ってました。ちなみにね、ギリシャ神話のあのメデューサの見た人間を石化できる力とか、それについてもね、まあ、力っていうより呪いって呼んでたんですよ。だからこのゴールデンタッチの呪いの力が何かね、肋骨に変化を加えられてマイダスがオロに変貌しようとしているのか、それとも緑色なんで冥界の力ハデスによってマイダスの体が乗っ取られようとしている、マイダスがもしかしたらゼウス側ハデス側について神々側として人類と今後戦ってしまうのか、何かね、ちょっとね、ここに重大なヒントというかとんでもない伏線が隠されていますので、ちょっとこの辺についてはね、今後しっかりと考察していきたいと思います。やばいよね、この骨骨。一応今ゼウスを使うって雷攻撃すると骨が見えるんで、それかなっても思ったんですけど、マイダス以外の NPC にはね、こういう骨が隠されていないので、やっぱりね、マイダスに何かしらとんでもない重大な秘密が隠されているようですので、この辺のストーリーはマジで楽しみですね。ということで、今回はね、このマイダスが牢獄を抜け出してきたこと、そしてマイダスのね、通常会話、スパイ組織とかのね、会話変化については次の動画で紹介しますので、今回はね、マイダスの通常会話とマイダスの体の秘密についての動画でしたので、また次回の動画も楽しみに待っててください。ということでね、このマイダス3月27日水曜日の朝だったかな、アイテムショップにね登場しますので、よかったら買う前にクリエイターサポートたくまにぜひよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。